なる上はシステム三河武士の誇り守るまで。愚問、生きよ。生きて殿を守れ、仲間を守れ、民を守れ。誇りはその中でのみ守られ。そのためには傷つくことすら許されぬのですね、父上。戦果てしの地を見据えれば自明なり。戦に荒れた大地をよみがえらせればならぬ。広く見よ。さすれば何人も傷つけることあたわず。やってくれますね。武士の情け、かたじけなく存じます。家康に過ぎたるものが二つあり。戦国最強の騎馬軍団を率いる武田信玄は満を持して上洛を開始した。その通り道である三河の大名徳川家康は信玄の軍略を警戒し籠城策を取る。だが信玄は家康を無視し三方ヶ原へと抜けた。怒った家康は家臣のいさめも聞かずに武田軍を追いかける。その行軍の中に若き姫武者の姿があった。猛将本多忠勝の娘稲姫である。この戦は父と同じく戦場に生きると決めた彼女の初の大戦であった。行くぞ！全軍浜松
城へ撤退するのだ。行くぞ。人間校の軍師、俺も一役買わせてもらいましょう。あの部隊、迂回して我らの退路を断つつもりね。橋より浜町を目指す。負けはしません。誰ぞ助けてくれんか。おじいは感謝いたします。稲が討ち取りました。戦場の土となるのか。戦場の土となるのか。ふらち者、イナが成敗しました。むしゃぶりよ。貫きます。負けはしません。
けには参らぬ。あとは信玄公に任せて引いておきますか。行くぞ。さて、もう逃げられない。開門。殿に近づくので、イラン成敗します。貫きます。そなたたちのため、わしは徳川を守り抜くと誓おう。この戦、家康を守り通した徳川の絆の勝利よ。他を言わむよ。正常を続けよう。天正十年六月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。三方ヶ原の戦いの後、信玄は間もなく病没。天下は家康の盟友織田信長の手に落ちた。だがその信長も本能寺で謀反に倒れる。信長が手放した天下は主の仇討ちを果たした羽柴秀吉に帰した。そんな中、家康は関東の北条家と和睦し、信長亡き後の上申二州について協議する。信州は家康、上州は北条が治めることで合意するが、
上信二州の大名真田昌幸はこれを不服とし、上杉と結び家康に抵抗。家康は稲姫ら家臣を引き連れ、昌幸の居城上田城を包囲した。かつての武田軍に苦しめられた徳川、今は大臣遠征も戦況も我らの優勢、皆の者勝利は近いぞ。徳川家康、何する者ぞ。さあ頃合いやよし、矢を放て。行くぞ。今じゃ敵を一気に押さえて。従来に差し入れたはこのためか。やむを得ぬ、前線の部隊を城下まで引かせよう。お主らの動きなど全て読んでおるわい。行くぞ。なんてこと、一瞬で戦況分配するのに。前線の味方を救援しなくては。これがそなたの戦か。あたらへんをしない。やってみてはおれん。援護に出る。やっ、助けてくれんか。なんとか倒せた。隙に立て直さなくては。今は上下の敵を挟み撃て。手はつきません。開門、守りを固めろ。今度は挟み撃ちですって。息をつく暇もない。ここで果てるわけには参らぬ。誰ぞを助けてくれ。
ここは引くけど、雪村様に手は出さないでよね。引きません。戦場で出会えば戦うまで。やっ、ここだよ。そういうじゃなくて、無念で堅物だにゃん。彼らの戦いを無駄にはできぬ。徳川を迎え撃つ。開門。丸を守っているのはあの時の。この大喧嘩、これも楽しませてもらうぜ。開門、守りをやめろ。ここで果てるわけには参らぬ。行くぞ。家康が直々に出てきたが、好都合だ。行くぜ。守りを固めろ。お見事。これくらい物の太して当然です。不拉致者稲葉成敗しました。見事な舞踊。なぜ真田を戦うの。最初から逆に問う。なぜ稲殿は三方ヶ原で弓を取られた。意地を曲げては武士に生きる価値はない。貫きます。手はしません。誰ぞ。意地、これを曲げても武士が生きる価値はない。ただしだけどそれだけが理由だと思いたくない。おじき、お茶いたしますぞ。敵将、稲が討ち取りました。戦場の土となるのか。この子を必ず報じましょうぞ。美しき生き様の武者ですね、父上。乱戦やって骨を折るのに、さぞ恥じまい。前田刑事の相手があんたに務まるんかい。今は三方たちの娘、何か相手に倒しません。物騒な面は捨てて動かないと。ここに倒れなさい。誰ぞ、助けてくれんか。笑えねえ、ここは引くぜ。戦場の土となるのか。
略はもはや通用しません。勝負あった。みな、ようやってくれた。感謝するぞ。真田、できながら見事な戦。殿、どうか寛大な処置を。良き武士へ、味方にできれば良いのだ。上田の合戦で真田の強さを知った家康は稲姫を真田家長男信行に嫁がせ、真田家と縁組をした。ここに稲姫は真田家の一員となり、幾多の戦いで槍を交えた真田幸村は彼女の義理の弟となった。その頃秀吉は九州を制圧、奥州の伊達家も膝を屈し、もはや抵抗勢力は北条家のみとなっていた。秀吉は持てる兵力を総動員して北条の居城小田原城を包囲する。稲姫も真田の将として小田原に参陣した。さあ天下まであと仕上げじゃ。我ら真田は先行し敵前線を殲滅します。今の未来のため負けるわけにはいかない。姉上、私が今どうかご無理はなさらぬよう。このような気遣いは無用です。見てなさい。感服いたしました、姉上。開門。
可憐な乙女めじゃ。この伊奈と勝負です。強靭な子ね。私は勝負受けてたのは伊奈。それじゃ面倒だな。開門進め。
子を墓場にしてやろう。天使が飛び降りるしか貫きます。負けはしません。進め、行くぞ。ここは私が止めます。親方様は敵本陣へ。かっこいいじゃねえか。じゃ背中は任せたぜ。進め。業ある限り魔は不滅。お見事。これくらい物の符として当然です。まっすぐ、お互い曲げられないんだもん。正面からぶつかって戦うしかないよ。貫きます。負けはしません。まっすぐで枯れ、尊敬できる者の船。開門。進め。この機に乗じて共に敵を打ち破りましょう。進め。どうして同作婚の娘はまっすぐに誇らしいだね。俺も生涯戦で逃げたことがねえのが無理だよ。最後の敵も真っ正面から仕掛けてくれや。貫きます。負けはしません。わしらの勝ち、天下統一じゃ。雪村、この太平、共に守り行きましょう。ええ、姉上。小田原城は落ち、北条は滅んだ。奥州の伊達家も秀吉に帰参し、天下は秀吉のもと統一された。やがて秀吉が死ぬと、家康と秀吉子飼いの将石田三成が対立。この対立は世を東西に分ける戦に発展した。徳川と縁がある真田信之と稲姫は東軍に、三成と遊戯のある真田昌幸、雪村親子は西軍に属した。まさに今、関ヶ原で戦う西軍のために昌幸は稲姫のいる沼田城を攻める。稲姫は複雑な思いで対峙する敵を見ていた。孫の顔を見に寄っただけじゃ。それはあれか。夫信之の許しなく、お通しすることはできません。さすがは何事だ。ならば押し通るぞ。信之様、稲は父上に無礼なこと。あれでよい。父は敵方の父が私に近づけてはならぬ。なら砦を奪い返せ。
貫きます。手はしません。
ち者イナが成敗しました。胸に刻みました。雪村が敗れたか。ならばわしが行くとしよう。開門、守りを固めろ。進め。クラチモノイナが成敗しました。この正幸を見事に見たの。見せ見せ。貫きます。負けはしません。まずは上出来。これがさらなる家も安定する。稲姫様、関ヶ原にて家康様ご勝利との急死が。
それはまことですか。天下を分けた戦がこんなにも早く。これはナデシコの花。覚えてる？ナデシコの花を守るため父が馬を投げ飛ばしたこと。雪村の除名は父が必ず。真田雪村の命お許しくださりますよ。しからずば。殿との一戦すら辞さぬ所存。雪村は許すべきでしょう。天下のために。いずれ豊臣という火種を消さねばならぬ。雪村はその役に立つ。それとも雪村にはその気概も器もないと。雪村は生き様をこの国に刻むために生まれてきたもののふ、我らの浅はかな思惑など超えて槍を取るでしょう。まことに残念なことながら。だからどうか生きて、雪村。姉上はお強い。まっすぐに前だけを見ておられる。そんな、私は戦うのに精一杯なだけ。自分がもののふだということは乱世の中で確かなのはそれだけだから。それが一番大切なのだと思います。稲姫は沼田城から正幸、雪村親子を撃退。同時に行われていた関ヶ原の決戦も家康率いる東軍が勝利した。正幸親子は忠勝の取りなしで命を許され、紀伊の九度山に流された。その後家康は征夷大将軍となる。だが徳川の世を良しとしない豊臣家は雪村ら将兵を集め大阪城に立てこもった。乱世の終結と雪村の志をこの目で。大阪城を包囲する徳川軍に参陣した稲姫はただまっすぐに前だけを見つめていた。戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。よっしゃ、敵を十分に引きつけて打ち勝てよ。攻撃開始。城外に展開する敵将は排除します。進め、真田丸を奪うのだ。真田丸、あそこで雪村を隠れているのプラチモノ、稲が成敗しました。
で城内に兵を進められよう。このままでは拉致が開かない。俺が押し返してやる。守りを固めろ。政宗様の前に新手の敵が加勢します。不拉致者イナが成敗しました。では言う。が、この先を死なずを選ぶようじゃ。負けられぬ戦、強がりは二の次にしてください。立花殿とお見受けします。勝負です。手加減しては怒られそう。全力で終わりにしよう。ことは見事な目探りよ。決める。この政宗が見届けた。あなたまで雪村に付き合うことない。聞いて、イナチン、雪村様にも私にも心があるんだよ。守りたいもの、譲れないもののために。任の一時あるのみ。引くわ。敵将イナが討ち取りました。見事な働きだ。向こう、この政宗が見届けた。あなたとこの戦は、姉上、これが戦国最後の戦なのです。ダメよ。力だけでもあなたを止める。一旦引く。
この戦を終わらせるんだから。開門、守りを固めろ。俺もあの女の賭けに乗る。姫様、ご加護。貫きます。手はしません。守りを固めろ。私は皆の普通を守る。だから皆でも戦うよ。私は決めるとかじゃない。だったらぶつかる価値はある。戦わなきゃ。みんな、一人前の武士になる。ここで負けるなんて悔しい。この戦、秀頼さえ討たば勝ちよ。天守へ進め。進め。もう貫きます。イナが成敗しました。
秀吉の子、この俺は誇りを胸に飾るまで。何話の杖と吸い得るか。討ち死に開門行くぞ。もはや大阪の名刺になった。もの真田の戦を天下に示すまで家康公の首我が槍でもらい受ける。守りを固めろ。雪村の意地溶けさせるわけにはいかない。行くぞ。ひなちん、ひなちんの邪魔をしないで。お願い、ひなちん、雪村様に最後の石を通させて。通させて。次は私の貫きます。この石の石だから。本当は雪村様に意地なんて通してほしくない。イナチ、雪村様を死なせないで。討ち死に。戦場に残されていたのはあなたの槍だけ。あなたはどこかで生きている。そんな気がしてならない。だから私は生きて真田の家を守っていきます。あなたが帰ってきた時に笑顔で迎えられるように。